第3代王者として WBC のベルトを巻いたリッキー・フジ。ダークソウルに敗れましたが、チャンピオンへの返り咲きを誓う。そのパートナーは笹村あやめ。 WBC とは、国籍、性別、年齢、障害の有無さえも問わないバリアフリーを体現するタイトル。広く女子選手にもその挑戦権を認めている。この団体にタッグのベルトはおある。いっちょやってやるか。いっちょやってみますか。お楽しみは、お楽しみ、これからだ。クリクリだ。だが、その前に立ちふさがる新たなチームとは、中川翔太、花園桃か。このところ各団体で大活躍の2人、注目を集める2人のタッグは間違いなく脅威。安定感を高めてきた中川がベテランリッキーに対すれば、笹村と花園の元気印対決も見逃さない。 WBC 駒を進めるのはどっちだ。第2試合、タッグマッチ20分一本勝負、リッキー・フジ、笹村あやめ VS 中川翔太、花園桃香。